初のは懐かしの分かる人には分かるかな、アラウンドザワールドですね。僕たちの時代の最有機なんで、あの香取慎吾さんが主演で、うっちゃんがカッパで、伊藤さんって人があの著白海だったやつですね、深津絵里さんが三蔵法師だったやつですね、のあの主題歌でアラウンドザワールドっていうののビートと、後半のやつはあのマーカス・ミラー版のフランケンシュタイン、ドゥ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 、ちょっとアレンジしましたけど、もともとはこんなパターンだったはずです。でこういうようなパターンをするのも難しいし、まあ単純なサンバキックとかでも手足のコンビネーション課題で結構みんな悩んじゃうんですよね。で今みたいなちょっと複雑なパターンじゃなくても、普通のビートでちょっと跳ねたい、こういうようなのとかでもうまく噛み合わないって人多いと思うんですよね。でこの状態になっている中級者の方にも今回聞いてほしい話だし、もっと初歩の段階で単純にドッツッタツドッタツとかの新しいビートが出てきた時に毎回毎回詰まってしまうとか、簡単なタッドドッタッドッドッパみたいなフレーズが来た時にも詰まってしまう。あとフィルインが早いタン回し、あの早いタン回しになった時にどうしてもうまく回らなかったりとか、とかちょっと細かい拍内の移動、一拍内の移動があるときに何発打ったか分からなくて、あれ今何発ってどこで移動するんだっけみたいになる人にもおすすめの内容になってます、ね、ちょっとちょいこつなんでざっくり今話してますけど、まず1個、まあ3つ内容絞るんですけど、このそれこそ今からお正月休みになりますね、練習するときちょっと気をつけてほしいこと3つ、まず1個目は、どんなテクニックよりも先に身につけたいのは力まずでかい音を出すということですね。振りもでかくでかい音を出すということを身につけてほしい。でなんでかっていうのはちょっと後で話すとして、その次は、指、スティックを叩くときに指、手のひらとスティックは離れるんですけどね、あの連打中とか絶対離れるんですけども、まあ、絶対じゃないですか、基本離れるんですが、指とスティックが離れることは特に初心者、初級者、中級者ぐらいの方までは基本あってはならない。基本的に指が離れる瞬間はないです。指とスティックはずっと吸い付いた状態になります。で、ペダルもそうです。ペダルとつま先が離れる瞬間っていうのは初級者の方に関しては特にないです。で、めちゃくちゃドーンって大きい音を出すとか、そのわざとペダルを一瞬離すダブルっていう方法もあるんですよね。で、そういうのをする場合は離す場合もあるんですけど、そうじゃない限りは離さないでくださいっていうのが、2点目になっております。で、まあ、ちょっと最後は最初の内容と似てるんですけども、とにかくあの動きを大きくするということですね。刻みとかも動きを大きくします。まあ大きな音、大きい、大きな音、大きな動き、そして、それをする時も離れないようにする。スティックから指は離さない、ペダルから足先は離さないって、これだけなんですけども、これをしっかり守るととってもいいことがあります。例えばさっきの1個目にやったあのとかってビートとかがうまくいかない人はですね、結構ここがですねふにゃふにゃになってボタンですよね。で元々のこのモンキーマジックだと結構こんな感じでふにゃふにゃでもって、もうめっちゃとわざとらしくこのぐらいやりましたけど、横からじゃ見えないから今こんな感じで持ってました。もうこんな感じ、なんかこんな感じで叩くんですよね、モンキーマジックのドラムの人、僕が見たライブ映像で。でこれをすると普通に持つと実は音がタイトになるんですよね、しなるので。でもこれは初心者の人がやると絶対足がうまくいかないことになる。でこの手足のコンビネーション、これもゆるゆるのまま持ってるとできなくはないんですけど、うまくいきづらくなります。じゃあなんでうまくいきづらくなるか、あとペダルもそうですね、ペダルから足が離れてしまうとこのコンビネーションうまくいきづらくなります。
なんでかっていうのの話をすると、タイムラグが生まれるんですよね。脳みそのリズム感っていう話って、メトロノームにパチッと合わせれるかとか、そのグルーブがどうだとか、要はそのリズムの味的な問題だけじゃなくて、その運動的な計算もリズム感と思うんですよね。要はこれがここに当たるまでにはどのぐらいの時間がかかり、どういう軌道っていうのを頭が計算してるはずなんです。でなおかつ連打をするときには、このぐらいの力で当てたんだから、このぐらいの速さに戻ってくるだろう、そしてそれを押し返すにはこのぐらいの動きをしなきゃいけないっていう計算がこういろいろ頭の中でこう行われているはずなんですよね。なんですけど、これがスティックがふにゃふにゃになってここに遊びがあると計算が狂うわけですよ。本来このタイミングで当たるはずであったものが、ちょっとタイムラグが生まれてしまったりとか。でペダルもそうなんですよ。でペダルなんて特につま先が離れた瞬間、一回フリーになると、ペダルのこのリバウンドがですね、こう計算しづらいようなタイミングになるんですよね。でよって計算が合わなくて、こう不発音みたいな音が鳴っちゃったりとか、早く落ちてしまったり、遅く落ちてしまったりっていうのがあります。なので体と一体化させて、脳みそが思う速さで、思うタイミングでスティックとかペダルに動いてもらうことってとっても大事なんですよね。要は遊びを作らないということです。とにかく遊びを作らないようにします。これがむちゃくちゃ大事です。で慣れてきたら、わざとこういう風な感じで持ってしなるストロークにしたり、足に関してわざとちょっと離したりすることによって、ボンって爆音を出したりとかってすることもあるんですけども、それはもう本当に普通のパターンとか、今みたいなちょっと派生したような必修のパターンができるようになって、手足のコンビネーションもある程度できるようになってから取り組んだ方がいいです。でガチガチに持てとかっていうわけではないんですよね。でも指は離さないということです。でこれも1個ポイントですね。握れとは誰も言ってないです。ギュッと握れ、ギュッと持てとは誰も言ってないです。ただ指を離すなって言ってます。ただ指を離すなっていうのはポイントです。ただ離さないでねっていうのはポイントです。握れとは言ってないです。ただ離さないでねってポイントです。これが1ポイント目ですね。なんとなくこれの価値分かったでしょうか。離さない方がいいよ。要はその脳みそのちゃんと支配下にスティックもペダルも置いてほしいわけですね。勝手な行動されて計算外の動きをしてほしくないっていうことです。ざっくりと。で次は大きな音、大きな動きで叩きなさいっていう部分に入っていくんですけども、右手の刻みとかがやっぱり大きすぎるとちょっとガチャガチャして聞こえると思います。かもしれないけど、基本的なバランスはこんな感じ。ちょっとハイハットが小さい方がよくかっこいいとかって言いますよね。でハイハットが小さくできる人はいいんですけど、まず初心者の方で特に足のタイミングというのが苦手な方は、あんまり小さくしすぎるのは僕はあんまおすすめしないです。なんでかっていうと、タイミングが取りづらくなるんですよね。例えばここにスティックが到達した瞬間にボタンをピッて押すっていうゲームがあったとしますね。その時こんな風に大きく動かしてて、ちゃんとしかも等速運動で同じ速さでやってたら、ピッピッピッって狙いやすいですよね。でこれが今と同じこんぐらいの速さなんだけど、振りがこんだけ小さくてでされると狙いづらいと言いません。こうゆっくり置かれるよりもピッ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 って押さえた方が単純に狙いづらいですよね。これ足も自分の手に思ってるんですよ。あなたの右手に対してあなたの右足もそう思ってるかもしれないです。こうやって打たれた、あ狙いづらいな、うっうっうって感じじゃなくて、縄跳びみたいに大きく回してあげるとドンドンうんドン入りやすいです。タイミングが取りやすいんです。でタム回しとかの時も右手と左手のコンビネーションですね。これを小さく動かそうとしてしまうと、特に中速ぐらいのタム回し、めちゃくちゃ速いのはちょっとベストで、中速ぐらいのタム回しだったらあまりに振りが小さいと待たなきゃいけない時間が生じるんです。振りが大きかったらずーっと動き続けられますよね。で振りが小さいと待って計算して、ああ今うーん今うーん今っていう状態なんですよね。その計算がうまくいかないがゆえに交互に叩いてわーってくっついちゃったりとか、その計算がうまくいかないがゆえに何発目で移動するのかわからなくなったりとか、
その計算がうまくいかないがゆえに次ハイタムに移動しなきゃいけない、つまり次はフルストローク上に上げなきゃいけないので、それが一歩遅れてしまうとかよくあるんですよね。なのでその計算を狂いづらいようにしたいです。要は狙いやすい一打を打つんです。他にも例としては、例えばクレー射撃の的があります。こっからこの範囲でお皿がピュッと飛んできます。それを打ち抜いてくださいっていうのと、こっからここ前の間でお皿がピューッと飛んできます、その間にこの、お皿を打ち抜いてくださいと、絶対この幅あった方が楽なんですよね。幅がでかい方が絶対に狙いやすいんですよ。なのでできるだけ、あまりにここまで上げるとは言いませんけど、できるだけ振り幅はしっかりあるように、腕からしっかり浮かしてお互いタイミングを取りやすいんですよね。でもちょっと待ってください、早くなったら、こんなに振ってたら移動距離が多すぎて早くなりますよね。その通りです。でもそれを数より前の段階かもしれないです。あの今見てらっしゃるあなたはそれより前の段階かもしれないです。振り幅を抑えるよりも先に、まず左右で連動を取れるようにした方がいいのかもしれないです。そこが根本詰まってるんだったら、どんなに振り幅を制御するグリップを学んでも、どんなにリバウンドのコントロール感情を学んでも、フィンガリングを学んでも絶対にうまくいかないです。まずはタイミングを整えなきゃいけない。右手は左手のために、左手は右手のために、分かりやすいタイミングで振ってあげなきゃいけないです。足と手もそうです。あの足は手のために、手は足のために、分かりやすいタイミングで踏んであげなきゃいけません。要はしっかり裏拍があって、しっかり大きい動きをしている状態で動けていれば、お互いタイミングが取りやすいんですよね。なのでまず一番簡単な第1ステップは、大きく動いて大きな音で叩きなさいっていうのがまず第1ステップです。でもっと欲を言うならば、上げるタイミングを、ああ、あ裏上げと互い違い上げ、これをまずしっかり練習しておく。そしてその時両方ともダウンストロークっていうのが大事ですね。で手足のコンビネーションに関しては、基本的にはずっとダウンストロークです。フルストロークの方が早く動けるんじゃないのと思うんですけど、フルストロークにすると裏がなくなるんで、足のタイミングが取りづらくなるんですよね。なので基本的にはダウン、途中で止まったらダウンになっている、この状態できるだけならないようにした方がいいです。爆速になったらちょっと話は変わってきますが、なので基本的にダウンストロークで叩くようにしてください、まあ、今のはちょっとおまけ話ですね。基本でかい音で叩きましょうっていうのがまずポイントで、手足のコンビネーションになったらダウンストロークで叩きましょうという感じです。で、もう一個言うと、綺麗な音で大きな音で鳴らしましょうって、まあ、ちょっと今のと少し内容を被るんですけど、綺麗な音で大きな音で叩きましょうですけど、大きな音って言ったらめちゃめちゃ力んで、特に男性の方とかでかなり筋力ある方ならバーンって殴れば大きい音出るんですけども、それが抜けのいい音かっていうと微妙なんですよね。今からちょっと僕がスネアドラム叩きます。おそらく全然力使ってるようには見えないと思います。いきます。もう耳やられそうなぐらい痛いです。これめちゃめちゃ力みます。変わらないんですよね。実は全然変わらないです。でこれパッドとか電子ドラムの落とし穴を唯一言うのであれば、やっぱり音の反応が生ドラムと違うんですよね。なので特にロックバンドとかをされてる方とか、メンバーにもっと大きな音で大きな音でとか言われてて、どん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 力んじゃってる症候群の生徒さん、すごい僕のところにも多かったりするんですけども、電子ドラムだったらやっぱりそのつまみの分だけしか音量が出ないので、もっと出さなきゃもっと出さなきゃどんどん力んでるんですけど、生ドラムだったらもう十分出てたり出すぎていたりして、で逆に力んでもっと出なくなっちゃってるってことよくあるんですよね。なのでお正月スタジオ閉まっているところもいっぱいありますが、空いているところもあります。意外とショッピングモールの中の楽器屋さんのスタジオとか結構空いてたりするので、そういうところに行ってみて、あの普段電子ドラムしか叩かない人はぜひ生ドラム叩いてください。で、まあ、ちょっとやそっと大きな音聞いたぐらいじゃ一発で耳がどうにかなるってことはなかなかないと思うので、一回大きい音を体感してみてください。今みたいにスネアなら、僕も今耳栓外してました。で結構大きい音を鳴らして、あこれぐらいでもこんなに大きい音が出るんだ、もう十分だなっていうのをまず理解してあげることが大事です。で、ポイントはちょっと耳で、あうるさいな大きいなと思うぐらい大きい音一回出してみてください。足もそうです。ちょっとうるさいな嫌だな耳栓したくなるなっていうぐらいの音量を一
回出してみる。でこれは結構初心者の人にはとても大事な体験ですね。で特にあの女性の方はちょっと奥ゆかしい方とかはこうちょんとソフトに叩いてしまうんですけど、もうスタジオとかと誰も見られてませんから、特にねガラスがなくても密閉されたもうスタジオとか誰も見てませんので、もうおすすめは叫びながらドーンっていうのをバーンって叫びながら叩くんです。ですると大きな音が出ます。でそれをぜひやってみていただける、特にその奥ゆかしい女性の方ですね。で男性の方はちょっと私引っ込み思案だな、ちょっと僕恥ずかしいわ大きい音出すのっていう人はもうとにかく誰もいないスタジオでターンって言いながら叩く、ドーンドーンでドッタッドッドッタッって言いながら、叩いてみてください。今耳キーンとしてますけど、一回その体験をしてみるのが大事で、するとちょっと抑えるんですよね。でこのやりすぎからちょっと抑えたぐらいが僕が思うに一番いいぐらいの音量なんですよね、初心者の方で。上級者の方になったら力まずどんどんでかい音出せるようになるので、もうこのぐらいの音量を出したとしても全然力んでないんですけど、初心者の方は絶対大きい音を出そうとしすぎると力むんですよね。でそのやりすぎを抑えるためにも一回めちゃめちゃでかい音をやってみます。でその自分の殻を破れないのを取っ払うためにも一回めちゃめちゃでかい音を演奏してみる。そしてそれを一回聞いて体感してみる。あうるさいな、耳やられちゃうなとか、あこの程度でもこんなになってるんだっていうのをぜひ体感してください。特に家でいつもパッドだけ練習してると、電子ドラムだけ練習してると、ぜひスタジオに行って生ドラムをぜひ叩く機会を作ってください。であともう一個個人的におすすめ、これなかなか難しいかもしれないですが、ボンゴとフレームドラムっていう楽器があるんですよね。でこれをしっかり鳴らせるようにする練習っていうのをやっておくと、あ楽器ってこんなぐらいの優しいタッチでもしっかり鳴るんだって分かってきます。でそういうのに触れられない場合はスネアドラムのこの和製英語ですがスナッピーですね、スネアオフにして、スネアオフの状態にして、今人差し指1本です。人差し指1本で弾くようにスネアを叩いて、今しっかり音が鳴ってますね。これがとか、なず指1本でもしっかり音が出るようにちょっと叩いてみてください。指4本でもいいです。引き出すようにして音を鳴らすってこういうことだよね。膜鳴楽器やったらこれが震えて音が出てます。対鳴楽器シンバルだったら体が震えて音が出るんですよね。叩いてこれを震わせるイメージ、これが水鳴だとしたらパーンと出てブワーンとこう波紋が広がるようなイメージで叩きます。でそれもできない、やっぱスタジオに行けなかったよっていう人は手拍子、もう家族がもう嫌がるぐらい高い手拍子、低い手拍子、とにかくでかい手拍子を、今もうこのシンバルが鳴ってるぐらい手拍子でも鳴ってるんですよね。でかい手拍子を鳴らす練習するのもとても多いです。まあ、痛いので痛かったりもするので力加減の練習にもなるし、音のイメージも練習になるので、このでかい手拍子を打つ練習っていうんです。あとここの先っちょ当てれば高い方が出ますね。でここの手のひら部分で当てれば低い音が出ます。この2音を操る練習をするっていうだけでも音のイメージつきやすくなるので、叩いた時に簡単に大きく綺麗な音が出せるようになったりします。これも騙されたと思ってやってみてください。はい、本当は歌い方の動画の続きを撮りたかったんですけど、なかなかちょっと大きく時間が取れる暇がやっぱり年末ありませんでした。クリスマスとか我々やっぱ忙しいんでですね。でちょっとまた歌い方の動画次回と言います。で今回の動画は冬休みとか正月休み結構練習できる時間が多いですっていう方が多かったので、その練習中に気をつけてほしいことをちょっとまとめてみました。あとやってほしいことですね。気をつけてほしいことはまず1個目としては、まずどのテクニックよりも先に力まずでかい音を出す練習します。力まずでかい音を出す練習します。そして大きな動きで
動く、まあ、ビートに関してもフィルに関しても大きな動きでできるだけでかく動いてでかい音で叩くようにしてください。そして、変なタイムラグができて脳が混乱しないように指は離さない。フィンガリングの時もプッシュプンも指は離さない。で、足もペダルからつま先は離さないっていうのを注意しておくということですね。はい。で、冬休み、まあ、これが練習時に気をつけてほしいこと。冬休みぜひやってほしいのは、やっぱり生ドラムででかい音をとにかく一回鳴らして耳栓取っ払って体感してみてください。うるさいぐらいのでかい音をぜひ自分で出してみるってですね。殻を破って出してみてください。まあ、あと気持ちいいですからね。で、それを何回か出して、うわ、この程度でこんなにやっぱ大きい音出るの、やっぱドラムって楽器だな、すげえなって分かったらすぐ耳栓してくださいね。ずっとそのまま聞き続けるのはお耳に悪いので、必ず耳栓をしてからやってください。で、あとよく質問されるんですけど、いつも何聞いてるんですかって言われるんですけど、これ刺さってません。耳栓代わりに僕イヤホン、こうカナル式でこう潰れるやつにしてるんですよ。これもよく聞かれる。これ潰して耳に入れると結構かなり耳栓なんですよ、しっかり。で、しかもイヤホンで聞くので、これおすすめです。シュアっていうとこのやつに、これはついてたのかな、覚えてないけど、あのボロボロになるので、よくドンキでこれ先っちょ買い替えて付け替えてます。これを耳栓として使ったりしてます。なんでこれは別にいつも何も聞いてません。はい。暗いかな。お正月の練習のあのためになれば良いかなと思います。というわけで、今年のお正月ぜひ頑張ってください。時間があれば、あの基礎練習から全部テクニックを、皿をゴリゴリ練習配信というのを正月やろうと思います。ただちょっと年末カウントダウンイベントとか今年久々に入っているので、今年は無理かな。できるだけ頑張ります。親族の冷たい目を浴びない程度に頑張ります。お疲れ様でした。